黄色担当ひえだねねです。緑担当森谷京香です。青色担当尾形優奈です。オレンジの高村ポットです。濃いピンク担当の宮原さつきです。番人として参加させていただきます。村上真夏です。今回はですねバレンタインスペシャルということでギチョコもやっていきたいと思います。ルールは至って簡単ですよ。今から私たちが10種類のチョコを試食するんですが、今食べたチョコは何なのかっていうのを当てるゲームとなっております。自分が食べたチョコが当てられたら賞金は1万円, 1万円。すごいね、チョコ食べて1万円もらえる企画って。そうだね、なかなかないよ。土曜日バレンタインですから、やっぱり絶対勝ちたいね。勝ちましょう、はい、頑張ります。どうする、食べさせたいの、みんなで指さして多数決にしたの。せーの、これね、これみんなこれ、それでいいんだよな。じゃあこれにしましょう。はい、じゃあきょんちゃんにこのチョコを当ててもらいます。はい、あん、あ、味わってね。これです。どう、うん、どんな味わいですか。ま、濃い。濃い。甘い。そうね、チョコレートだもん。他には、うん、食べたことある。お、あら、そうなの。いつも食べてるのに近いかもしれない。おお、いけますか。うん、よし、じゃあ行きましょう。行きます。どこから攻めて、当たりはつけている。当たりはまだつけてないんだけど、うんうん、ちょっとゴリは食べたい。欲望に、どうぞどうぞ。ママね、比較対象としてね。そうそうそう、そう、いや、なんかね、小学校の頃からこうお仕事のご褒美でゴディバを買っていたの。すごい。かわいい。きます。見えますかね、見えますかね。え、吸ってる。こっちから見えてないんだよ。見えないけど、この長さは吸ってるよね。チョコは吸わなくていいでしょ。吸ってるの。うん、全然違う。でもこれは私が小学校の頃から食べてた味ですよ。そうなんだね、すごい思い出の味だ。前の方にゴリバではありません。あー、違うんだ。わかりやすいんだね、うん、全然違う。やっぱなんかどこの国の、遠くのベルギーとか、わかんない。なんか日本のチョコってやっぱ違う。あー、全然違う、ね、次は、うん、寝坊しいのに行く、それとも、うん、普通に変える味がしたの。馴染みのある味っていうの、はあはあはあ、ってなると、うん、この辺とかってなんかバレンタインとかでね、友達に配るやつで作ってたから、うん、食べたことあるんだよね。そうよね。これいこうかな。これなんだっけ、ハイミルク。ハイミルクいってみます、うん、甘かったから。あれだよね、前にダイアログボックスでさ、あの格付けやった時は、うん、こうキョンとか私とかユーナはハイミルクいきます。二流で一問間違いだったから結構ね、いいんじゃない。いい舌を持ってる。いい舌を持ってる。どう？どうした？これは違う。お、お、気がする。お、どう？ハイミルクではありません。ファイナルアンサー？あー、すごい。意外と分かっちゃうかもな。あー、分かっちゃうかもな。うまい。まだ8個あるから、まだ。ちゃんとチョコの声を聞けば分かんない。チョコの声。聞こえるんだ。僕を食べて。僕を食べて。その子なの？何が聞こえたの？とオリゴスマートいきます。会いに行きなさい。リズム刻んじゃった。どう？いや、でも悩んでるよこれ、ね、うん、日進月歩、日進月歩、独特のステップ。オリゴスマートではありません。おお、今何に悩んだの？なんかちょっと似ているような気がするような。あ、うんうん、あ、どうしようかな。じゃあこの明治ミルクチョコレート、うんうん、ミルクチョコレートいきます。おお、どうかな。お、目が開いた。なんか反応違う。うん、お、え、早くない？明治ミルクチョコレートではありません。おお、いい舌を持っているのか。わかるんだね。何が違ったの？さっき。あ、声聞いてんの。声。あ、声舌じゃないって。耳だって。僕じゃないよ。チョコの声。口の中で声が聞こえる。やっぱ声なんよ。どうしようかな。じゃあなんかスーパーで買える、よく買ってた系、あとこれ。うん、ガーナ。これ。ガーナ行ってみよう。ガーナ。何言ってんの？ガーナミルクチョコレートいきます。
ガーナ明治はね、割とスタンダードな、確かにみんな溶かしてね、そう溶かして作るよね。なんだその顔は。おどうかな、似とる、似とるぞ。うわ声は声聞いてみて。確かに。なにうわすごいマヨ、めっちゃ似てんのこれ、食べたのに似てるの。うん、でもそうだよね。チョコはなんて言ってたの。なんか違う名前な気がする。違う名前を言っている気がするわ。名前を教えてくれる。名前を教えてくれるの。チョコが僕じゃないと。バレバレさんが言う。バレバレさんが言う。そういう喋り方をしてたのね。ガーナではありません。違うって言った時に、あ、これ当たるかもしれないって思ったけど、うん、でもちゃんとやっぱ似てるってすごい選んでたから、すごいよ。ゆうなさんのチョコ選んでいきます。ゆうなさんだからこれかなって思うのが一個ある、わかるよ、わかる。そうなの、覚えている人もいるかもしれない。聞こえていたら、そうだね。ジャッジ側のにしよう。今日見せかけていることやめてあげて、やめてあげて、やめてあげて。そういうのじゃないから、味で決めるから今回。せーのでいこう。いこう、はい、せーの。あ、これじゃない。これが多い。じゃあこれかな。これでします。それじゃあゆうなさん、はい、召し上がれ。はい。ちょっとじゃあ何してんの。見えてないよこっちに。こっち見えないよ。だって上見上げちゃったもん。笑ってる。細胞という細胞がチョコを吸い続けて。待って、味の感想を。私さ、チョコをさ、普段あんまり食べないから、うん、チョコ食べたっていう感じなんだけど、今やばい。やばいぞこれ。やばいやばい。これ尺短いぞ。どういう。やばいやばいやばい。やばい、ちょっと待って、美味しかったです。甘いかな。それさっきゆうなさんが言ってた言葉じゃない。チョコ食べたら甘いわよって私今日に突っ込んだんだよな。やばいやばい、ちょっと待ってよ。いけるかな。頑張ります。まあ、とりあえず頑張ります。1個目は何にするの。1個目は甘いのにしたいです。まあ、チョコだよね。どれが甘いですか。どれかな。チョコが甘いの。どれが甘いの、教えてよ。全部甘い。でもこれはさ、甘くないでしょ。わからない。なんで教えてくれないの。噂によるとゴディバは分かりやすいらしいから。ちょっとね、ゴディバ、痛い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 。外したのよ。そう、外したのよ。そう、一回本物食べてみる。特別ビーフ食べてみるよ。もう分かんない。こっちだったよ。
いや違うわ違うわ間違えちゃった最初ねねさんにどれを食べさせるか。せーの。おみんな一緒？何？じゃあこれで。はい。じゃあねねに食べてもらう当ててもらうチョコ。はい。いきます。あーあ。あ、うん、ハイミルクでは絶対ない。でも食べたことあるこれ。もう今舌にもう全部すり込んでる。割と私好みの。そうなんだ。ミルクチョコレートな気がする。期待できますよ。はい。これっぽいなみたいなの今あるの？ハイミルクは絶対違う。ただ糖類ゼロがどんなもんなのかな。食べてみてください。うん、確かに。じゃあ私糖類ゼロを食べたいと思いますね。あ、手が震えちゃう。手が震えちゃう。大丈夫。めっちゃ震えてる。こちらです。こちら。分かったら前の方で。確かに。うん。早い。決まったんだ。これは違います。あ、やった。正解。すごい。分かるもんなんですね。何が違ったの？やっぱりなんかミルクっぽい味がもうちょっとしたかなという感じがしましたわ。次はちょっとゴディバが食べたいんですけど。それダメじゃない。いやいやゴディバかもしれないなという気持ちもあり、ゴディバ。おっちゃんおっちゃん。早い。すごいな。すごすぎる。ね、これじゃないです。ゴディバではありません。おお。ゴディバはすごくわかりやすかった。えー、えー。何よ。どっちよ。あとがね。なるほど忘れました。そう。明治のミルクを言ってみます。おお。明治のミルクが私一番馴染みがある気がする。お確かにさっきなんか食べたことあるって言ったもん。言ってましたね。じゃあ明治のミルクいきます。見えない見えない。お。お悩んでるんじゃない、うん、お初めて悩んでる。あ、違う。すごい、なんで明治のミルクではありません。おお、すごい、何が、これはね、何が違うの、この方、こっちの方が甘く感じる。おお、記憶が間違ってるんじゃないですか。最後よ。ダンスでも食べたことあるから、結構出してきます。え、無言で行った。早いね。結構早いよ。ちょっと迷ってダンスじゃないです。うん、この一番右のアレルゲンフリーのチョコレート食べます。さすがに忘れてきたんじゃない？ね、いろんな味が結構食べたよね。もう分かったんですか？これじゃないです。あ、すごい。これも味が違う。あ、割と分かる。当てちゃうんかな。これ食べてみますね。フレンチミルクいきます。悩んでない？悩んでる。ああ、フランスを感じる。ポンセポンセ。これじゃないです。もう今あと4分の1だよ。ね、待って、私ハイミルクじゃないって言ったけど、ハイミルクの可能性もあるのかな。じゃあガーナミルクチョコレートいきますね。すごい、なんか震えすぎ。悩み始めたね。うん、やっぱりもう忘れかけてるな。ドキドキするけど、こっちもドキドキするんだけど、ね、なんか難しいところがさ、ま、後に戻れないから一回保留ができないね。保留ができない。むずっ。あ、今までで一番悩んでる。もうままもう直感で、ガーナではないです。ちょっと潰しておこう。断言してたけど、うん、すごい、割と早い。ハイミルクじゃない。たくちゃん、すごいだよ。しかも今もう分かりすぎて、もう途中で歩きながら言ってたから、でもハイミルクじゃない。判定がなんか間を置き始めたから、こんだけ最初からハイミルクじゃないっつってね。さ、ハイミルクだったらめちゃくちゃ恥ずかしいと思う。どっち行く？これ戻れないんだもんね。そうなんですよ、重要だよ。こっちにもオリゴ糖が入ってるんですよ、うん、こっちオリゴって言ってるんですけど、めっちゃ難しい。難しいかもね。乳酸菌を感じればいいんでしょ、こっちは。ちょっとオリゴいきますね。お、いきます。ドキドキする。ドキドキする。もう何も言わんとこ。確かに最後の2択だから。ね、バレそうだもん。いや、でも私これで決まるんですもんね。そうです。もう今目の前にあるんだよ、1万円が。あ、怖い。ねえ、ドキドキ。
超カイジの気持ち。ざわざわざわ。うわ、ここで決めなきゃ。うわこれじゃないです。鼻に抜ける感じ。わお、やった、ありがとうございます。イエーイ、むっちゃ、ありがとうございます。